何これ、建物、こんなところにこんな建物なかったはずなのに。私、この建物知ってる。ここは図書館。私たちの住んでた町にあったものと同じ。どうしてこんなものが。ダメよ、こんなところで弱気になってたらハル君を助けられない。今度こそ絶対に私が助けるのよ。感じがするわ。もしかしたら敵が潜んでいるのかも。だったらなおさら早くハル君を探さないと。葵、帰りましょう。またみんなと一緒に来ればいいじゃない。ダメよ、そんなことできないわ。葵ちゃん、葵、その声、まさか。葵ちゃん、サキさん、そんな、まさか、本当に、本当にサキさんなの？嘘。くれなかったの？私、何度も葵ちゃんを助けたよね。なのに、どうして、なんで助けてくれなかったの？
ねえ、どうして私の手を離したりしたの？ごめんなさい、ごめんなさい。そう、葵ちゃんのせい。なのに自分だけ生き残るなんてずるいよ。葵ちゃんも一緒にこっちに来てよ。一人で生きていてもしょうがないよね。さきさん。そう、私もそっちに。私だけ生き残るなんて、そんなのずるいものね。葵、しっかりして。これ絶対におかしいから。ちゃんと思い出して。ねえ、サキは？ね、葵ちゃん、こっちに来て。サキさん、ごめんなさい。私もそっちに行くから。だから、許して。ほら、こっちこっち。サキさん。教授、本当にこっちで合ってるんですか？ああ、そのはずだ。はずって？この世界については何一つ確かなことが言えないのだよ。突然図書館が現れたように再び消えていることもまたあり得るわけだ。うげえ、勘弁してくれよ。方角はこっちで合ってんだろ？なら、うだうだ言ってねえで進むだけだろう。ん？あれは図書館ですか？いや、別の厄介なものを見つけてしまったようだ。見つけたというよりは、むしろ見つかったというべきか。随分と遅かったな。仲間の危機だというのに薄情な奴らだ。レナモン！何あいつ、なんか怖い。ミュウ、大丈夫だ。何があってもお前は守る。もちろん、私もね。なんて目で教授のこと睨んでんだよ、あいつ。ここに来たのは私たちに接触するためか、それとも図書館目当てか、みゆき君のためか。黙れ。お前にみゆきの名を語る資格などあるものか。やはり君は私のことを恨んでいるのか。答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄になってもらう。生贄？ミコ以外にも生贄が必要なの？以前アルケニモンが言っていたな。人間の子供はミコほど重要ではないが。
十分に使い道があるって。でもそうはさせないわ。何をするつもりかは分かんないけど、生贄なんて絶対にダメだ。ふん、使い道すらない獣たちがよく吠える。なんだと。エナモン、どうしてだ。お前はミユキを助けようとしていたじゃないか。僕たちは同じ目的のはずだ。だったら一緒に。うるさい。そもそもお前らが現れさえしなければこんなことには。お前らが、お前らさえいなければ。あれは主の眷属ども。まさかレナモンが連れてきたのか。嘘。最悪の展開ってやつか。レナモン、どうして。みんな、きょ…レナモン、進化！私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもり。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ずーっと手沈みにしてやろう。
ナモン、どうして戦わなきゃいけないんだ。お前だってミユキを救いたいんだよな。知ったような口を聞くな。約束したんだ、ミユキを守ると。私だけがミユキを助けられるんだ。それって僕たちと同じ？ハルでもタクマでも他の誰でもなく、この私がミユキを救う。レナモン、お前たちにいいことを教えてやろう。仲間の居場所だ。仲間？それって葵のことか。あいつを助けたいのなら図書館に来い。そして自らの罪と向き合うがいい。葵さん、やっぱり敵に捕まっちゃったのかな。本当にそうなのか？ハッタリなんじゃ。いや、あの口ぶりはハッタリとは思えない。でもおかしいんじゃねえか。捕まえたって言うならどうしてすぐに生贄にしねえんだ。決まってるでしょ、ミユたちをおびき寄せて生贄を増やすためよ。つまり罠ってことだな。でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ、二人を助けなきゃ。行こう。もう少し進めば図書館が見えてくるはずだ。Thank you.